はい、こんにちは、真鶴真中です、今日はドライガーデンに使える石、ドライガーデンといえば石みたいなイメージがあると思うんで、ドライガーデンだけでなくてロックガーデンにも使える石を紹介したいと思います。はい、結構ね、皆さんに石紹介してくださいとか、何の石なんですかって言われることが多かったんで、この機にちょっと直接ね、ご紹介しながら、こんな石だよっていうのをちょっと数種類なんですけれども、ご案内していきたいと思います。はい、それでは行きましょう。お願いします。はい、まずよく僕がドライガーデンの現場で使うこの石、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗ですね。今日もしゅんくんがいるんで、すいません、よろしくお願いします。お願いします。普通のグレーの色が強いものがあるんですけど、まあ多分採石場によって多少色が違うんですけど、この割りぐり石はオレンジとかちょっと赤っぽい感じがこう混じってて、ただね、グレーだと昔の和っぽいイメージの石になるんですけど、これだとね、なんかこう優しい色合いです。黒い家とか青い家を彩る石として使えるんじゃないかなと思います。はい、これがよく私が使っている何の石ですかっていうところで、これが割り繰り石っていう、石になります。なのでね、本当にグレーのものもあったりするので、選ぶ際はちょっと気をつけてもらった方がいいと思います。はいはい、正直ね、石より石を運んでもらう運賃の方が高いですまあ重いですからね、本当何個か6個ぐらいとか入れるだけでも10キロとかになるんで、すごい重いです。1平米分石置いてもらうのにも結構な量が必要です。4袋ぐらいなんで80キロ分とか意外と必要だったりするんで、まあここら辺しっかり平米計算しながら、余ってもしょうがないですし、土が見えすぎちゃってもかっこ悪いんで、計算して買ってもらうといいのかなと思います。これもなんかすごくないですか。面白い模様ですね。そうなんですよ、いい色してるというか、まあ、これがねやっぱポイントで、今その流行りのドライガーデンとかアガベをよりこうキュッとかっこよくしてくれる、石ですね。あ、割り振り石。はいでね、結構面がこう平べったいものもあれば、こう立体的にこう大きいものもあったりするんで、まあ、うまくね組み合わせながら使ってもらうのがいいのかなと思います。はい、でたまにやるんですけど、さっきお伝えしたグレーのものもありますって言ったんですけど、ちょっとねグレーのものをうまく合わせながら作ることもあります。はい、なのでね、ちょっとミックスするのもかっこいいと思いますし、他の人と違ったものを作れるのかなと思います。はい、まあそんなところで、この石、割り繰り石ですね、ぜひ興味持っていただけたらと思います。はい、はい、来ている、来てます。はい、はい、次にこのよくドライガーデンイコールこの石っていうイメージが強い人が多いんじゃないですかね。オレンジっぽい色をした、石ですね。やば、これ重いでこんな大きいのもあるんですけど、この石結構ね採石場によって名前が違ったりするんで、同じような似た、石もあるんですけれども、今この僕が持っているものはミカモ石っていう、石になります。はい、これ栃木かな、茨城だったか、どっちかで取れる、ミカモ地方の石です。ただね、もう最近は全く採石場もクローズしちゃったみたいで、入ることがほぼできないみたいですし、もうほぼ取ることができないみたいなところですね。なんでもう絶滅危惧種的な石です。はい、で植物と同様に石もやっぱり限りある地球の資源なんで、なくなったら終わりっていうのが石、いっぱいあったけど今はないみたいなことが結構あるんで、まあ石屋さんとかでも結構入ったよっていう時には気に入ったものがあれば買った方がいいのかなと思います。はい、でこのミカモ石のすごい特徴なんですけど、いいですか、
このねちょっと黒っぽいのが混ざってるんですよ。キャルルゴールドみたいな、キャルルゴールドキャラメルキャラメルゴールドキャラメルゴールドみたいな、はい、色してて、ちょっと白っぽい色も混じってるっていうのが特徴ですね。でこの石のいいところとしては黄色いんで、結構こう家によっちゃ石の方がインパクト強すぎてお家を生えるっていうよりは、まあ、この植栽をかっこよくするっていうことにこう目がいってしまうんですけど、経年劣化でこれちょっと黒っぽくなってくるんですよ、雨とか当たってくると。なんでねちょっとこう落ち着いた色には、最終的にはなってくるので、それがすごくいいところなのかなと思います。ただね、先ほどお伝えしたようにすごくコテコテのドライガーデン作りたいっていう人はいいかもしれないんですけど、結構色目強めなんで、まあ秋が来る可能性もあるかなと思うんで、さっきお伝えしたこうマリグリーシュ比較してみましょう。ちょっと全然違いません？全然違いますね、雰囲気が。そうなんですよ、なんでこう、まあ、値段も多分ミカモイシの方が高いんで、まあ、こっちのね割りグリッシュと、まあ、好きな色の方がいいと思うんですけど、お家の色に合わせた石選びをすることを僕はおすすめします。はい、なんでねサイディングとかにちょっとオレンジっぽいのが入ってればオレンジっぽい方がいいかもしれないです。黒とか、青ベースで本当作ってる場合はこっちの方が合うかもしれないですね。はい、で植栽で、白っぽいものとか黄色いものを入れていくといいのかなと思います。はい、あとあれですね、コルジリネとか使うと結構赤い葉っぱが多いじゃないですか。なんでその時はこっちの色はなかなか合いづらいのかなっていうのがあるんで、その時はこっちの方がいいかなと思います。はい、でミカモ石とかもね大きい石もあるんで、まあ、大きいのを使いつつこういうサイズをこう入れて凹凸感だったり立体感出すといいと思います。はい、やら重たい、はい、で最後によくこのミカモ石になんか混ぜてる人がいっぱいいると思うんですけど、これ見えますかね。はい、はい、これがスコリアって言って黄色い石なんですけど、すっごい大きい石を入れてさらにちっちゃいこのぐらいのミカモ石を入れるのもいいんですけど、そうすると金額がものすごい高いんで、このサイズ感にこれをマルチングとして入れると結構こう砂漠感って言ったら変ですけど、ザ・ドライガーデン感が出しやすいかなと思います。よくちょっと今ここに置いてみましょうか。大丈夫ですか？そうです、大丈夫です。こうやってどうですか？こんな感じで置いて植物ちょっと持ってきますね今ね。はい、どうですか？まあなんかねこういう感じで入ってたらすごくかっこよくないですか？かっこいいですね、はい、こういった使い方もできるっていうのがこのスコリアですね。そうするとさっき言ったこの1平米でものすごい使わなきゃいけないのに、これはまあ少量で、こっちだとそんなに高くないんで結構な量買っても、まあまあな値段で施工できるかなと思います。 DIY でドライガーデン作る人にはこのスコリア覚えていただけたら、この金額的にもいいんじゃないかなと思います。はい、ただね予算もたっぷりあるよって方はこれを贅沢に使ったらやっぱかっこいいかなと。そうですね、思います。ディズニーランドのビッグサンダーマウンテン地区になりますよね。そう、あそことか意外とねドライガーデンとか好きになるとディズニーとかも見るところが確かに確かにとかになってくるんで、いっぱい見ちゃいますね。そうなんですよ、なんで結構勉強になると思うんで、あのディズニーのねシュン君が言ってくれたビッグサンダーマウンテンのところとか見ると結構こう本格的なものだったり植わってあるんで、はい、ぜひ見てもらえるとディズニーの宣伝違います違います、はい、そんな感じでね、今回石紹介してきたんですけど、まずは2種類、紹介したんで、まあそんな何個あっても迷っちゃうと思うんで、このミカモ石、まあ、ミカモ石はかなり絶滅危惧種で数少ないんで、探すのが難しいと思います。なんでね、いろんなこう黄色い石はあるんでそれ探してもらえればなと思うのと、割り栗石
をぜひ、ドライガーデンの DIY をする、時の石選びの、レパートリーとして覚えておいていただけたらと思います。なんでね、これからもあの施工事例も、YouTube の動画で流していくんですけど、その中であ今日これ使ってるんだとか、この家にはこの石合わせてるんだっていうのを、細かく見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、それではね、今回は石の紹介でした。はい、今後ともお願いします。ありがとうございました。